そう、土地まで含めて、うん、トータルデザインだよね、うん、だって人生のデザインなわけじゃない、うん、家作りって、うん、めちゃくちゃ腕がいい設計士がどこにまずいるのか、うんうんうん、ウィングホーム代表斉藤です。娘のミユナです。前回の続きになるんだけど、はい、土地探しの時に設計士と一緒にしましょうってことなんでね。それはちょっと興味深いですね。土地を買うのが最終目的じゃないじゃん。家を建てるのが最終目的でしょ。となると家とセットで土地を考えなきゃいけない。やっぱり初めての人がそこまで考えるってなかなか難しいんで、それをベテランの人と一緒になって探しましょうってことですね、うん、はいはいはい。ただここで普通疑問が出てきて、うん、そうすると例えば土地を買う前に住宅会社決めなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかっていうことになるよ。なんかもう順序が何からどう手をつけていいのかっていうのが全く分かんないと思う、うんうん、昔の常識っていうか流れでいくと、まず土地を見つけて、うん、で土地を買って、もっと昔だったら土地代が払い終わったら家を建てましょうみたいな人が結構いたんだけども、うん、今は自分が推奨するやつね、どうせ家建つんだから、はい、最初に住宅会社決めましょう。そしてその住宅会社と一緒に土地探ししましょう。静岡じゃなくても、もちろん全国的に共通する話。そうそう、そうすると今度また疑問が出るわけ。プランと間取りでいくらになりますかっていうのは、うん、土地が見つからないとできないじゃん。それなのに決めなきゃいけないのって話になるわけ。じゃあまず優先順位としては、うんうん、住宅会社を決めるのが1で土地を探すと、2番土地探して、で3番がプランで4番が契約で、まずいのは住宅会社最初に決めますって言ったら、うん、契約してくださいなんて言われて、まあ、もしくは契約しないと土地探せませんなんて言われて、うん、契約する、これアウト、これやっちゃダメ。住宅会社を決めて長いお付き合いになってくるわけよ、うん、そうすると最初は調子良かったけど、なんか内情知ってきたら、どうもこの会社あんまり良くないなとか、担当者最初良かったんだけどなかなか土地が見つからなくなったらだんだん離れてっちゃったとか、定位がないとかあるじゃん。それが分かるわけでしょ、土地探してる間に。で、あ、ここダメだと思ったら次の住宅会社まで行けばいいよ。大体さ、うん、何回ぐらい会えば分かるものなの？そうだね、実際に土地を一緒に見に行くのは3回ぐらい。でもその間に LINE とかメールでやり取りがあるわけよ、うん、それの時の相性とかも分かるわけじゃん。ね、こういうこと言われたら絶対アウトだよっていう見抜き方とかないの？うん、あ、これ営業マンと設計と違うと思うんだけど、うん、設計の場合はいい家作りたいってのあるから土地に対しても妥協しないと思うんだよ。いや、そう思う。でも、まあ、一般的には営業マンが対応するじゃん、はいはいはい、そうすると早く自分の売り上げにしたいから、はい、あんまり土地に対する思いが少ない、薄いって感じじゃダメだよね、うん、でお客様が思いあるわけだ、うん、こういう場所でこういう暮らしをしたいっていう、それを汲み取ってそのために誠意を持って探してくれるのか、それとも手っ取り早く片付けようと思ってるのか、まあそうだね、うちに来るお客さんは本当に自分のこだわりを形にしたいってお客様が多くて、本当クリエイティブ寄りなんだよね。そうだね、ちょっとよく分かんないからできたもの買いたいって感じじゃないからね、うちに来るお客さん、土地に応じた建物を作る会社ばっかりじゃないからね、パッケージで選んではめるっていう、土地に応じた建物を作ってくれる工務店って何割ぐらいなの、うん、そしてその見分け方とかを知りたいですね。ああ、そうか。最初に住宅会社を決めるっていうことなんだけど、そうすると土地が決まってなくて、うん、プランも見てないのに住宅会社決めなきゃいけないのってなるわけじゃん、うんうんうん、だからいや決めるって言ってもこれ仮決めで心の中で決めとくだけでダメですよ、契約しては。で心の中で決めて一緒になって土地探しをしてって、やっぱりいい会社さんだなと思えばそのまま進めばいいし、途中であれと思えば、ごめんなさいちょっと他と一緒に探すことにしますって言えばいいわけでしょ。これ相見積もりでも何でもないじゃん。そういうことは OK なんだ、やっても OKOKOK、OK OK OK。でもう一つは総額を知りたいってことになるわけよ、お家のね、うん、でも土地が見つからないと総額が分かんないって思っちゃうじゃん、うん、でそうじゃなくて、例えば自分が探してる付近の相場で土地代が1000万って大体分かるわけじゃん。そしたら完成して引っ越しまでに総額いくらかかりますかっていうのを金計画表を出してもらうんだよ。私ほら相見積もり嫌いって言うじゃん、うん、相見積もりは嫌いなんだよ。でもおおよそウィングホームで例えば掛川市内で土地を探して、うん、自分たちのこんな思いの家を建てると、うん、全部でいくらになりますかっていうのは出せるわけだから、それはもちろん最初に出してもらったらいいんだよ。でその総額見て例えば4000万になりました、そうするといくらのローンになりますと、じゃあ次々じゃあ10万円ってなったとするじゃん。じゃあ自分ちは10万円も払えないと、もう8万円で行きたいって言ったら、じゃあ土地は1000万じゃなくてちょっと駅から離れるけど、800万で探しましょうとか、
なるほど。それを最初にやらないとどっちしろ土地探せないんだよ。また脱線するけどさ、相見積もりと資金計画のさ、違いがよく分かってない。まあそうだよね。今まで相見積もりはやりたくないって言ってたのは、相見積もりっていうのは図面を書いて正確な見積もりを出して。ああ、そういうことか。じゃあもういざ建てましょうみたいな行動ってことか。そうそうそう。だから資金計画っていうのはまあざっくり。そうです、そうです。まあそうだよね、順番からいくと、家が欲しい、土地を探そう、で住宅会社はまず決めた方がいいですよ、 A 社 B 社 C 社から資金計画表をもらうんだよ、そうするとその資金計画表の中にオチがあったり、ちょっと嘘っぽかったりしたら、まあそこはアウトだよね、で誠意があるきちっとした資金計画表を作ってくれる中からまあ絞り込んでくるっていう。でプランがなくても実際に会社決めるときってプランオンリーで決める人いないんだよ。構造、耐震性能とか、はいはい、温熱環境とかね、あとアフターの対応とか、トータルで決めるわけだ。その中で最後の最後にプランを見て契約しましょうということで、プランは一番最後でいいんで、その前に他のものを決めると。で他が全部良かったけどプランががっくりだったらやめればいいわ。それはだって、プランがっくりだったら住宅会社の落ち度なわけじゃん。そうそう、だからごめんなさいでいいと思うんだよ、そうだね。特にだけど、女性不安になりやすいじゃないですか、不信感を抱きやすいとか、やっぱ不安だなってやっぱなったのはやっぱやめた方がいいの。他がすごい良くて、ある一点不安になったとしたら、それをやっぱ伝えて、こういう不安になってしまいましたと言った時の相手方の対応だよね、まあ、最悪なのは担当者がもみ消そうとするやつ。やっぱ担当者は上司に報告してそこで説明に上がるとかっていうことだよね。ただその不安の内容がもしかしたらその会社側からしてみたら、そこまでは自分たちの範囲の外ですという対応するところもあると思うよね。確かに確かに。でもう一つのね、質問っていうか、設計士の腕をどうやって見分けるかって。そう、土地まで含めて、トータルデザインだよね、だって人生のデザインなわけじゃない、家作りって、めちゃくちゃ腕がいい設計士がどこにまずいるのかっていうのも知らないし、見つけ方知りたいです。これね結構マニアックだよね、そこまでして住宅会社見つけて土地まで探していくっていう人って、まあ、結構少ないと思うんだよ。少ないでしょ、少ないと思うけど、やった方がいいと思うよ。このチャンネル見てくださった視聴者の方は、せっかくここまでね踏み込んだ情報が頭に入ってるわけだから、そうだね、設計士の見抜き方ね、まず絶対面談は必要だよね。面談して自分たちの思いを伝える、これ第一段階だよね。これができるかどうか。設計士ってさ、会えるものなの？もちろん会えるさ。営業マンが出てきてちょっと設計士の方と話したいんで会わせてくださいって。まあできるできる。もし私があなたの会社で家を建てることになったら、設計って誰になるんですかと。その時に、例えばうちの会社は社内に設計士がいますので、彼になりますと。じゃあちょっと面談させてもらえませんかと。で、いやうちはそれ規則でできませんみたいなことを言われたら、あ、ここって融通きかないなって。だってさ、営業マンがいる工務店としたら営業マンにお金払ってるわけでしょ、他の営業マンと勝負してるわけでしょ、はいはいはい、でなかなか決まんなくて1ヶ月2ヶ月経っちゃったったら営業経費がかかるわけじゃん。だったら早めに設計士見せて、この設計なら安心だってなればそこで決着つくわけだから経費浮くわけでしょ。そうだよね。それを嫌がるとしたらちょっと問題あるよね。せっかく経費が浮く話を持ってきてくれてるのに、設計士さんと直接話がしたいですって言えばいいんだ、まず。そうで、もう一個はうちはあの社外の設計になりますって言ったら、それ合わせてもらえませんか。これも全然問題ないよね。問題ないんだ。そうだから、まあ一つ目は合わせてくれるかどうかってあるじゃん、はいはい、二つ目、自分の思いを話すって言ったじゃん。これって結構深くて、思いを受け止めてくれる人かどうかってことなんで、いい設計って受け止めた上で、例えばこういう場合ってあなたならどういう設計で解決してくれるんですかって言った時に、過去の事例持ってきて、例えばこういうことやったんですとかっていう話をしてくれれば OK じゃん。でここで悪いパターン、お客様の思い跳ねのけて自分の思いを語り出す。いるっていうか、その家作りだけじゃなくて、クリエイティブに関する職業の人って結構こう半分以上それやる。いや、お客さんの作ってほしいものじゃなくて、自分の作りたいものを作るってことですよ。そう、それを良しとするお客様もいるけど、自分からするとお客さんの予算で自分が好きなもの立っちゃっていいのかって話なんだよ。いや、何やってんだって話だよね。仕事じゃないでしょって思っちゃ う, そう。これはまあちょっと価値観によって分かれるけど、ちゃんと受け止めてくれるか、自分の話ばっかりするかしないかっていうのがこれ結構大事だね。いや、私はお客さんだって頭くるな、自分のお金使って設計士の自己実現されたら。そういうことなんだよ。でまあ3つ目は、自分の思いとかじゃないにしても式に対してどういう設計で対応してるんですかとか、共働きの家事を短縮するためにはどんな
アイデアがあるんですか、過去の事例から教えてくださいとかね。私話聞いてて思ったけど、うん、お客様の質問のレベルが高ければ高いほどいいもの出来上がる。あ、もちろん、まあ、ぶっちゃけになっちゃうけど、はい、どんなものができるか、例えば同じ2000万を託して作ってもらった時に後になって後悔するようなものができるのか、それとも素晴らしいものができるのかって、うん、全て設計の責任じゃなくて、うん、これやっぱ共同作業でやってるわけだから。そうだね、そうだね、やっぱお施主様も上げていかないとね、自分のレベルを。なるほどね、うん、前回の動画だけどさ、うんうん、この土地の中でここの区画を買ったらデザインはこういう風になる、うん、外観はこういう風になる、うん、大体決まってくるわけじゃん、うん、そういうことがあるっていうことを情報として入れといて質問するのと、うん、全く何にも無知の状態で質問するのと、うん、まずスタートが違うから、うん、出来上がってくるのも違うよね。違う、だから本当に出会う人にかかってくるわけ。総予算4000万持ってますと、うん、土地買って建物建てていろいろ庭作ってこんな暮らしをしたいんですっていうところで、誰に出会うかによってその4000万がどう使われるかって変わっちゃうんだね。そのお施主様の知恵と設計士の知恵と、うん、その掛け合い、お施主様がめちゃくちゃ頭いい場合、うん、質問のレベルがすごい高すぎて、うん、設計士あたふたして対応できないみたいなパターンもあるわけでしょ、うん、あると思う。まあ、ミユナが施主だったら、うん、かなり大変だと思う。いや、めちゃくちゃ怖いと思う大変だと思う、うん、土地探しの話からこの前に会社選んだ方がいいよとか、うんうん、いう話で最終的には設計士の見極め方まで来ちゃったんですけども、はい、今日のこの動画いいなと思った方はグッド評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。